さて、それでは今回はクッキングシュミレーターという任天堂スイッチのゲームをやっていきたいと思います。2000円がセールで1000円になってました今で、お店を一つ任されてですね、でこの中で、厨房で料理をしていくということなんですが、イメージ的には多分オーバークックに近いっていう人が多いかもしれない。どうかな、僕はもう 100%ファーミングシミュレーターかなと思ってます。めちゃくちゃ細かいです。いろいろね設定が、細かいので、早速やっていきたいと思います。すごく大変でした、チュートリアル1個やったのが。パークとかもあるんですよ。でこのゲームのすごさってレシピがね、全てがめちゃくちゃリアルなんです。で調理方法も完全とまでは言わない、わからないけど同じなんですよね。これスクロールとか上下にスクロールこうか。これを順番にレシピを買ってお店で出して利益にしていこうというようなことだと思います。レストランでパークは先1個取りました。カットしても動かないっていうのにしたんですけど、レモンを切れっていう一番最初のチュートリアルの内容だったんですけど、レモンが飛び散って、なんだこれはということで、注文がなくなった。出てきた。今日も手伝い。このおっさん急に出てきて、めちゃくちゃいろんな注文してくるんですよ。うわ、もう早い。ボイルドポテトを添えたサーモン、早いな。ポテトを茹でるから、いや、ポテトもねえよ、まず。ちょっと待って。レシピもねえよ。トマトスープ、サーモンステーキとボイルド。これのことを言いたかったんかな？あ、もう聞いてくれ。いや、大鍋はあんねん。大鍋はさっき買うた。全部買わされたんですよ。水道水を1リットルぐらい。あ、動線出てる。ちょっと待ってよ。水道。これね、こっちじゃないんかな、ひょっとして。これか？これじゃない？ちょっと待ってよ。石鹸やん、これ。やべ。石鹸が74ml 入った大鍋が、食中毒が起きる。これダメだ。投げるって何？ちょっと大鍋はなかったことにしよう。危機をね、本当に食中毒の危機を救ったよ今。これですね。これをちょ待って、はい。ちょ、閉められへんし。1リットルでよかったんでしたっけ？多分違いますよね。水を2リットル入って、これどうやって水調整すんのよ。高度な操作でさ、これ高度な操作か、大雑把な操作だろ。めっちゃ早い、これめっちゃ早いねん。で、この間、閉めれるわ。これでいいかな？よしよし。で、塩を20。これは、これもしかしてあれか？ちょっと待ってくださいね。掃除機あったんですよ。これほら。吸ってんのかな？出る。ちょっと楽しいかも。エイム感度とかの調整あるの、これのせいかな。塩20か。この鍋ミスしそうやな。どっちがどっちかわからんくなりそうやな。当たり判定があるという。シェイク20ってすごない？めっちゃシェイクさせるやん。
シューなんで 1g に戻ったの？溶けたから？溶けたんか。で、購入する2個じゃがいも。急に片言。え、ここや。ある。もう一個欲しいんですけど。やっぱり。一個ずつしか持っていかない。これをどこに持っていけって聞いてなかったと。調理台でいいかな。鍋を持ったまま。なんで鍋にじゃがいも直で入れんの。え、鍋を持ったまま買ってきてくれってどういうこと。つけとくんか。うんうん。ガスレンジに置いて20秒間煮てく。あ、おう。時々丁寧。で、木位置もね、間違いない。これめっちゃ怖いのが、タイマーセットせんとあかんっていう。普通にスイッチ入れれるんですよ、これ。これさ、最初に壊したやつがまだ残ってる。冷蔵庫から先を出せ。待って待って、まだこれつなげるから。20秒ってのがまずその前にな。まず、気をつけます。ついたかな？ついたっぽい。ついたっぽいな。で、120秒やったっけ。ちょっとタイマーセット。ちょっとこうか。うん。なぜか冷蔵庫に鮭があるとね。こっち切ってる方、お皿ごとも手軽なの。あのまな板に置いてくれ。昨日のレモンがまだ残ってますけども、これって洗わないとダメなやつじゃないんですか。塩と胡椒。ああ早いな、早いな、嫌いやな。ちょ、これどれぐらい先生。これ、あ、 5g、 1、2、3、4、5g で、黒胡椒ちゃうな。ちょっとタイマー感度下げたから遅いな。黒胡椒どこ。あれ、黒胡椒入れたね。塩か、塩や。塩、これ、これん、時間大丈夫。あと40。これ1、2、3、4、5。レシピでは油で揚げる必要があるから鍋を使って。あ、早いなー。ちょっと待って、なんて取る。鍋手に持つ。何を、これを、これを、え、じゃがいも、こうか。これのことか。感度が悪い。ああ、持ってる。どれぐらいの量。10、10。鍋のじゃがいも皿の上に乗せてくる。なんで皿。皿の上に、違う違う違う、皿を乗せようとしてる。皿の上、あた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 、だから皿持ったへん。皿持ってから
崩壊で、ひまわりオイル。これ何してんの？ずっとじゃがいものままやん。調理もクソもないやないか。近い、お前何してんねん。ひまわりオイル。ひまわりオイル買わなあかん。こっから買うんですよ。ひまわりオイル。ひまわりオイル買いました。ひまわりオイルを、これ出えへんねんけど、なんで？あ、ボトルを傾ける。そうやろ？うーわ、怖っ。かかったなぁ。え？これどうしたらいいの？チューリセット。チューリセット。キャンセル。OK、OK、とりあえず OK。お前もう危ないから OK。よし、よし、そう。鍋に 10ml、ここじゃなかった。じゃがいもにじゃないのか。これ鍋っていうの？フライパン？鍋？ここ？さっきの流れやと、これやんね。これ何のために一度この鍋出した？うまい。もう、これでいい、これでいい。ちょっとヘルシー。食べに置く。ステーキを60秒。急に違う話になってるやん。サーモンフィレ。これはどうすんの？キャンセルされた注文が。持ってきて、移すんちゃう？ほらほら。こうやって。皿を。サービングシェルフに置いて、ちょっと待って。おい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 。次の注文が入った。今度はトマトスープだわ。やかましい。ちょっと待ってくれ。トマトスープの説明始まった。待って。これは。待ってくれ。待ってくれ。ちょっと待って。トマトスープの説明始まってる。そんなことある？皿に移す。熱い状態で提供する。あ、意味わか、え？意味わからん。意味わからん。とりあえず、あ、ジャガーはちょっと直接持てないから、熱いみたい。ジャガこんなメニューやったっけ？置けないってことはもうこれは違うってことですか？引いて。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。